はい、どうも、マガです。今日はね、こちらのカメラを新しく購入したので、ちょっと紹介したいと思います。それで行ってみましょう。はい、それではね、今回ね、とうとう、一眼レフっていうものを買ってみました。今までずっと、コンデジを使ってたんですが、ちょっと限界を感じてきて、最近写真にハマってたので、ちょっとこいつを買ってみました。で、買った機種はニコンの D5000、どこだっけ、ここか。ニコンのね、D5600 っていう機種です。あとごめんなさい、もう花粉症がきついんで、ちょっとマスクしてます。ごめんなさい。で、画素数の方が2416万画素。で、ISO の方が100から25600ですね。まあ、動画の方はね、1080p の 60fps しか撮れないんで、今撮ってるオズモアクション。まあ、いつも車載とかで使ってるカメラですね、メインの。まあ、動画はこっちで撮って、で、写真の方をこっちで撮りたいなと。はい。そしてこれがね、今まで使ってた、まあ、普通のデジカメですよね。今までこのデジカメをずっと使ってたんですけど、まあ、これはこれでこう、すごいズームが35倍までいけるので、月の写真とか撮るときはこっち使ったり、で、こっちのカメラはね、動画も 4K 撮れたりするので、まあ、併用して使っていこうかなと思っております。ずっとね、こっちのカメラの、このチルト液晶に慣れてたので、今回買ったこっちの方からね、バリアングルにね、変更になってるんですね。なんで、ちょっとこれは慣れが必要かなと思っております。で、まあ結構、買ってからね、ちょくちょく撮ってきたんですけど、設定とかがわからないので、まあ、このレンズ、もうあんまりこういうレンズとかも全然詳しくなくて分かってないんで、ほんと初心者なので、まあ、とりあえず触っていろいろこう撮ってみようということで、撮ってきたんですけど、まずこの写真は、ちょっと何の花かわかんないんですけど、まあ、こんな感じのすごい綺麗な写りになるかなと思いますね。で、こっちの、赤い花の写真は、最初に言ったこの、コンデジで撮った写真ですね。まあ、そんなに大差はないのかもしれないですよ。この花の色味とかは、どうなんだろう。どっちの方が綺麗かな。こっちはね、この D5600 で、なんか熊の置物があったので、撮ってみました。この猫の画像は、このコンデジで撮った方ですね。まあ、これはこれですごい綺麗。どっちもまあ、見た目で言うと、パッと見はそんなに変わらないかなと思いますね。ぼかして撮る画像っていうのは、まあ、これは一眼で撮ったやつなんですけど、こっちの方がコンデジで撮った画像。まあ、ボケ具合はやっぱり全然一眼の方がいいですね。こう違いが出ますね。これもね、一眼で撮ったです。まあ、手前にこう額縁構図作って撮ってみたんですけど、まあ、すごいボケがいいですよ。まあ、この僕が撮ってる写真がいいか悪いかは別として、僕も全然初心者なので、夜の画像に関しては、やっぱり一眼の方が全然綺麗に写りますね。まあ、この写真なんかは、まあ、僕こういう夜の写真が好きなので、レーザービームとかってよく言われる写真を撮ったりするんですけど、結構綺麗に写りますね。あ、そうですね。で、夜の写真なんかはわかりやすいんですけど、まあ、これがコンデジ、こっちの方で、これいくつだったかな？ ISO が1600ぐらいで撮ったんですけど、やっぱりこうノイズがすごい入って、たりするので、この辺はやっぱり違いが出てきますね。こっちが
一眼で撮った写真なんですけど、まあ、やっぱりこう空のノイズの入り方が全然変わってきますね。まあまあ、でも初心者の僕からするとね、少しでも触って慣れていくのしかないのかなと。せっかくね、ちょっと値段もいいやつなんで、頑張って使っていこうかなと思ってます。で、いつもね、この18から55ミリっていうこのレンズばっかりです。僕撮ることが多いんですけど、まあ、もう一本レンズがあって、これ望遠のレンズですね。70から300ミリっていうレンズもあるんですけど、まあ、こっちの方を使ってね、夜景とかもちょっと風景とかも撮りたいなと思ってるんですけど、なんせこのご時世ですので、あんまり出歩くのにも行かないので、またこの事態が解除されてからになるんですけど、まあ、Vlog っぽい感じで、写真撮る動画とかも上げれればなと思っております。まあ、おそらくうちのリスナーさんはね、でも9割ぐらい写真に興味がないと思うんですけど、最近ネタがないので、そういうのも混ぜていきたいと思います。ほんとね、この前に出した動画かな、伊勢湾岸自動車道を走る動画みたいなとこから正直ネタがなくてすごい困ってるんですよ。まあ、ネタがないっていうよりも、休みの日にこう Vlog を撮ろう、久しぶりに Vlog を撮りたいなと思ってるんですけど、やっぱり外に出れないのでなかなか大変です。かといって、どうでしょう、車載に関しても最近同じところばっかりしか行ってないので、今まで、ね、いろんな道を出してきてる中の動画と被ってしまうので、それもどうかなと思いながら、まあ、できるだけね、今までずっと火曜日と金曜日に動画上げてきたんですけど、まあちょっと行き先の面もあり、車載に関しても、で、プライベートでも外に出れないということで、もしかすると更新頻度が落ちるかもしれません。それはもう本当に許してください。まあ、できるだけね、今まで通り上げれるように頑張っていきますので、なんとかなるかな わかんないけど、まあ、頑張ります。はい。ということでね、今日はもう簡単にこの、ニコの D6600 を買ってみたので、まあ、買ったよっていう報告の動画ですね。また時期見てね、これを直接現地に持ってって撮ってるような Vlog とか、まあ、あんまりちょっと皆さん興味ないと思うんですけど、そういうのも撮ってみたいなと思っております。そんなわけでね、また次の動画でお会いしましょう。ママでした。バイバーイ。